一般会計の総額が97兆7128億円と、過去最大の2018年度予算が昨日夜、参議院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。速やかに予算を執行し、そして、景気回復の暖かい風を、小規模事業者、そして中小企業、地方にお届けをしていきたいと。 また安倍総理は森友学園をめぐる財務省による決裁文書の改ざん問題について調査を徹底し全容を明らかにすると強調しましたさらに北朝鮮問題について来月中旬で調整している日米首脳会談などを通じて核やミサイルそして拉致問題の解決に全力を挙げる考えを示しました。国会審議の前提と信頼を 覆す財務省の改ざん事件に追われた。こんな不愉快な予算の採決は初めてです。後半国会で野党側は森友学園をめぐる決裁文書の改ざん問題について、安倍総理の昭恵夫人らの証人喚問を求めるなど、引き続き追及していく方針です。